はようございます。大家早上好。今天是1月25号，星期二。今日は1月25日、火曜日です。今日は相模大野教室の日です。これから行くんです。まだ寒い日が続いてますね。まあ冬だから仕方がないんですけど、この寒さがいいんですね。なんか空気が澄んでて、気が引き締まって。今天是星期二，是相模大野教室的日子。一会儿我要去上课去。我们这儿依然每天都很冷啊，冬天嘛，应该冷。其实冷的挺好的。そうだ、忘れちゃった。今日も元気よく窓際族オンエア。寒いので、寒い時の曲を演奏しましょう。小さい時に聞いた中国の、歌劇の曲で、北風が吹く、まあ木枯らしですかね。バレエですね。バレエ。踊りのバレエね。バレーボールのバレエじゃなくて。あれの白毛女、白い毛の女と書いて、白毛女っていうバレエ劇があって、それの主題歌ですね。北風が吹く。今天想为大家演奏一首那个小时候经常听的那个剧，叫什么来着？白毛女，白毛女的插曲，芭蕾舞剧，芭蕾舞剧的主题歌《白毛女》。ありがとうございます。こんな感じの曲です。谢谢大家。那么今天就到这儿了。祝大家有一个美好的星期二。それでは今日はここまでにします。どちら様も健やかに火曜日をお過ごしください。2校の受講生を募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料体験レッスンもあります。興味のある方はご連絡ください。お気軽に一緒に2校を楽しめたらいいなと思います。それではごきげんよう。さようなら。再见。